皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリストの横田修林です。今日はですね、商品レビューをしたいと思うんですが、本当にですね、待ち望んでましたが、最強のですね、バッテリー、ユニバーサルパワーバンク EX、エキストラでしょうかね、52000mAh を今日はですね、紹介したいと思うんですけど、実物あります。こちら。これ、わかりますかね、このデカさ。わかりますかね、この大きさ、なんですけど、まあ、ここにですね、電源をですね、充電するのと、まあ、給電するのとですね、USB のものとかついてますね。USB が1と2とついてるんですけど、今日はですね、普通のレビューはもう皆さんね、書いてらっしゃるので、今日私が言いたいことはですね、普通に使うんではなくて、普通というかですね、Windows ではなくて Mac で使いたいっていう方、私も Mac 派なんですけど、Mac ではですね、これが使えないんですよ。で、ちょっとですね、こちら見ていただきたいんですが、こちらはですね、実際に入っているものということで、オールインワンパッケージということで、まあ、充電ケーブルはもちろんなんですけど、なんとですね、自動車のバッテリー、自動車にも充電できたりするんですが、あとも携帯電話とか、ノートブックとかはほとんどですね、ここにいっぱいね、並んでますようにですね、いろんな形でできるので、まあ、iPad mini だったら6回、スマホは20回以上、ノート PC は10時間、ネットブックは12から15時間使えるよって書いてるんですが、残念ながらですね、Mac にはちょっと特殊なね、電源コードが必要なので、これが接続できないんですね。で、ちょっとですね、見ていただきたいんですが、これにつなぐのには、こちらのですね、ケーブル、こういう形のケーブル、これが、最初からついてます。これついてるので、これのですね、ここですね、ここの、DC アウトですね、DC アウトのとこに、ここですね、挿してもらうと、今度相方ですね、これ充電なので、相方の、ノート PC のとこにこれを挿せばですね、入るんですよ。入るんですけど、Mac の場合は、この形式では入らないんですね。で、Mac は、どんな形式かっていうと、例えばこれ私の今ですね、抜きましたけど、こういうものなんですね。これ MacBook Pro だと、こういう形式のものになっているので、当然これに挿せないわけですよ。なので、何が必要になるかっていうと、これと Mac のですね、さっきの、この四角い形の部分を、接続するものが必要なんですよ。でそこで出てくるのが、こちら。こちらです。こちらのものですね。この形になってますよね。この形になってるので、ここの、さっきのですね、はい、こちら。こちらの分に、ここにですね、刺しますと。はい、刺しますと、これで MacBook Pro の、充電が、MacBook Pro に充電ができるようになります。というものなんですね。ただですね、今度、Air の場合、Air も私持ってるんですけど、Air の場合は、ここのですね、形がまた違っていてですね、さっきの四角いのでも実は入らないんですね。で、Air に充電しようと思った場合は、もう一個ですね、これにかまさなきゃいけなくて、ここの部分にですね、これ。これは、Apple のマグセーフと呼ばれるものなんですけど、コンバーターなんですけど、これをですね、ここのとこ、できますね。はい、ここのとこに、これをカチャンとこう磁石にはめます。そうするとですね、ここの形が、見ていただきたいんですけど、これ、穴がですね、5つあるんですけど、こことここの形、ちょっと並びましょうか。ちょっと若干違うの分かりますかね。でこれがエアー対応になります。なので、これに変えてもらうと、エアーのですね、ここの、充電するところに、これを持っていくとですね、難しいですね。こうやってカチャって言って充電できます。これで充電開始なんですね。で、ふうにできます。なので、もう一回ちょっと復習になりますけど、買っていただきたいものは、こちらのユニバーサルパワーバンクというです、このでかいもの。これは3万円弱、今2万6000円ぐらいから2万8000円ぐらいで売ってますかね。これプラス、Mac で使いたい方は、この下の黒いもの。こちら、DC パワーコネクタ、コンパティブル with Apple MacBook C28 というもの。これ後で、YouTube の下のところにリンク貼っておきますので、ぜひ見てほしいんですが、こちらと、
買ってもらえれば MacBook Pro の方は使えます。で、MacBook Air の方は、これプラス、さらにこの右の、Apple MagSafe というもの、右下の部分ですね。これを買っていただけると、Apple、Mac でも、こちらのですね、充電バッテリーが使えるようになります。ぜひですね、お役に立てれば幸いです。ありがとうございました。バイバイ。はい。ということでですね、自分の備忘録も含めまして、この動画を撮っておきました。実は私もですね、1ヶ月間かかって、もう調べて調べていろんな人に聞いてですね、やっと、この2つで、用が足りるってことが分かりました。勉強になりました。ぜひ皆さんもね、お役に立てれば幸いです。こんな商品レビューも撮っています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。